いわゆる、トランスしてしばらくして誰が好きなんだろうって思った時期あったんですよね。でその時に、いわゆるゲイコミュニティですね、に数ヶ月通いました。はい。でいわゆるそのまあちょっと語弊あるかもしれないけど、若いゲイの方が、私に声かけてくださることは多々ありました、あったんだけど、そのたびに違う、いやそんなつもりで来てないとかね、この人体だけ求めてきてるとかね、それは違うとかね、なんかめっちゃ拒否反応ばっかりしました、自分の中で、だからその最初はあれだよね、 MTF トランスジェンダーである自分と、自分はゲイかもしれないっていう、その二本柱があったから、だからなんか自分がそうかもしれないと思ってスキンヘッドにしたっていうのは、自分がゲイになるのが嫌で、必死に男になろうと思って切ったっていう、だからその 性自認と性的思考が、分離されてなかったんですよ、考え方ね。だからそこら辺何も、本も読んでなかったし、情報も知らなかったし、何もなかったんで、も自分で試行錯誤してて、で、コミュニティ行き出したとはいえ、そこら辺そんなに友達関係すぐできるわけでもなく、もう試行錯誤でとりあえずやるしかなかった、その、いわゆるゲイコミュニティに行きてましたね。で、それで結局違うという結論を出して、で、その時にたまたまだからその、レズビアンの人とも仲良くさせてもらってたんで、そこに遊びに行くことができたんで、あ、こっちの方が落ち着くわと、いうことで、落ち着く方に、身を任せるようになって、そこで旗と、あ、もしかして女の人好きになってもいいんじゃないだろうか、っていう風に変わってきた。それが、あれだから去年、一昨年の、夏ぐらいになるんですか。それは誰かきっかけになる女の人がいたんですか。いわゆる最後でこの映画の最後へデート行くわと言ったあれマジなんですよね。あれ演出でも何でもなくマジ行きましたからね、マジ行ったんで、カンパレの翌日にね。そう、カンパレの翌日ね、でデートに行ったんですね。そう、デート行きました、ね、そのデートはどうだったんですか。そのデートはほんまに中学生のデートですね。どういう具体的に。いや、手も握らず。どこ行ったんですか。奈良公園。奈良公園ってわかるかな。東京で奈良公園行ってもいいかな。鹿がいるところ。そう、鹿がいるところね。ねえ、じゃあ鹿におせんべいあげたりした。そう。かわいい。いや、ほんでね、お茶飲んで、食事して、いわゆる、だから送って、いや、迎えに行って、車でね、車で乗るかで、車で送って行って、なんだね、っていう感じ。で、別れて、で、その後は。その後って、いや、その後、いや、その彼女とは、だから、数回二人で、なんか、しまし、なのあってますけど、まあ、死って言いかけましたね。あって、お茶を飲んだり、祝辞をしたりしたんですよね。そうですよ。でもあんま発展していかなかった。発展していかなかったというのは、今もその彼女と仲がいいというね、今年の正月もありましたし、あってるんですけど、ただ、良き相談相手というか、相談に乗ってくれるいい人になってしまってます。あやさんとしてはちょっと、かなり好きっていう感情があったけれども、もうなんかそういう例外感情が入る余地はないと、いうかそういうことになってしまって、もうそういうだから彼女が私を例外対象と見ていない以上、あ、もうこれ以上ダメだな、ということに私はしました、それで次の人がいますよね。次どれやねん。僕が知ってんのは取った人。ああ、そこか。その人も入れ込めるかもって思って取ったりしてるんですよ。なんかそこな、レズビアンバーで2人でかなりエロい話をしてるところで取ったりしてるんですけど。で、その人は、ストレートののんけさんですね。いわゆる、ジュンジェですね。飲み屋で、
でた時にたまたまなんか隣で、うん、まあそれちょうどその日のイベントだったんで立ち飲みしてて、で隣で、うん、ってたら話しだして、まあ余計を聞いてたら別に何だろう、そんなセクシャリティ関係なくて楽しいわと思って、ね、数回なんか誘い出したりなんかとか、こっちのイベントに引っ張り込んだりとかなんかしてて、そうですね、でまあまあ数回なんかデートでもないけど一緒に見に行ったりとか遊びに行ったりしてたんですけど、ね、うん、結構なんか性に関する深いところの話まで2人で共通してっていうか、向こうがあやさんに喋れる関係になってたよね、うんうん、そうですね、カメラの前でもそれを言ってるぐらいだから、ね、というのは何だろう、よくよく最後最後で今になって思えばね、そのいわゆるストレートの女の子が興味本位で私に近づいてきたというのが結論なんですけど、さっき結論言っちゃってごめんね、なんだけど結構あやさんは結構本気になっちゃった、そう結構本気になっちゃったんですよその時は、うん、うん、で実を言うと、多少肉体関係ありました、はい、って言うのはすごいな、うん、そこさ、まあ、突っ込んで聞いてないんだけど、まあ、突っ込んで聞いてないというか、でもあの時でもよく隣におったね、あなたね、そうあのバーでね、うん、うん、なんか結構濃い話してたもんね、うん、今からホテル行こうかとか言ってたもんね、うん、でもさビデオ回してるの平気で2人と喋ってるからすごいわとか思ってたんだけど、すごいっすね、うん、なんかやってみちゃうみたいな話してたよね、カメラの前、うん、言ってたね、でその後本当にやっちゃったんだなって思ってなんでその時呼んでくれないのとか、その時でもさ、若林さんがラブホテル行ってさ、カメラ付きで撮んないとかって、そこまで喋ってたよね、うん、そこまで喋ってたよ、で僕かなりやる気だったのにさ、いや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 、先になんかやっちゃってたよ、いや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 、いやだからそう思ってないのに言うなよ、マジで本当に本当に、うん、本当に、だって彼女かなり乗り気だったよ、うん、うん、いやちょっとそういうタイプ、あやさんそれあやさんから聞いて、うん、本当に乗り気だったと思ったんですか、それともその場の乗りで言われてると、いや赤星はだから、まあ、赤星はだから彼女のことを見抜けないので女の人の心分かってないからねこの人ね、はい、はっきり言ってね、それはどういうところで、あそうだったんだ、うん、いやいやだからこの人ね、まるきりね、そのそんなにどうでもいいからいや、どうでもいいから、いやその彼女とはさ家に、その彼女を呼んで何かめてるのか、いやいや、だからそう、同じところ全然分かんないよね、この人は、いや、他にもそういうことって何かあったんですか、こいつ本当分かんないなっていうようなこと、いや、だから、なんだろう、私がだからその女の要するにことで、例えば女の人って出かける時いろんなことあったりとか、すぐに動けなかったりとか、なんかそういうことが頭で分かってんのよ、頭で分かってんだけど、それをこう優しくないねと思ったね、なんかね、だって付き合ったことないんだよ、なんか分かんない、付き合ったことないか分かんないけど、うん、でね、なんかね、すごいね、あ、この人男なんだって思う、でもゲイってそうでしょ、女の子のそういうとこ、一番無縁だよ、うんうん、いや、それあまりゲイってって、いや、異性愛男性だったら、それは経験として女の子って分かってるじゃないですか、いいですか、ゲイはだって女の子にそういうところに興味がないから、いやいや、そうでしょうけど、それと優しくしなくていいっていうのはあなたの身長を汲み取らなくていいっていうのは全然別の話だと思うんですけど、いやいや、そうですよねそうだからもうちょっとだから何だろう、優しくしてほしいなあ、それが痛かった、それが痛かっただけ、はい、本当には絶対思ってないっていうのが記録されてますからねそうね、結局うちで飲むことになって、まあ、彼女とね、まあまあ他にもおったんやけどね、うん、他にもおったんやけど、何人もいたんだ、まあまあ数人、うん、女の子ばかりね、うん、うん、おったんやけど、で彼女がいきなり抱きついてきて、え、そうなの、うん、っていうシチュエーションだったんだけどね、酔ってた、
寄って寄ってたでも寄ってたかな。いやまだけだから結局一番最初に言ったけど興味本位。ああ、やっぱり興味本位にされちゃうことって。そう、興味本位されちゃった。多いんですかね。興味本位は多いかな。だからそういうだからその肉体的に求めることの興味本位もありやけど、うん、それ以外にも、なんだろうっていうことで、あの怖いもの見たさで近づいてきたりとか、でもその子はさ会った時最初さ、うん、全然あのトランスだって気づかなくて、うん、なんか柴田理恵みたいな女の人だった。柴田理恵が見えないかそういう解釈でしばらく喋っててなんか話があってトランスがって分かったって言ったけど、うん、最近なんかそう柴田理恵って言われるようになった。まあ確かにね、年格好も似てるから知らないねんけどね、うん、彼女が言ってたことそう、そうね、だからそれで何、抱きついてきて、うん、だからまあまあ後は任せしますけどね。あ、猫なんですか。ああ、その時ね、あの猫になりたいんだけど猫になりきれなかった。なりきれなかった、うん、だから男が出てしまったのが嫌だった。あでもだから具体的に言うとだからもうぶっちゃけここやから言うけど、勃起しないし役に立たないし、結局そこが最終的に男を求めてしまった彼女の期待に応えられなかった。あ、なるほど。やっとかった、やっとかったね、そう、そういうこと、そういうこと。あ、分かったかな、みんな。彼女はやっぱり相手は男を求めてきたから、うん、トランスって分かって頭では分かっていても、やっぱり男として私を求めてきて、まあ、女として扱ってっていう感じの、そうそうそう、うん、だからちょっとあやさんとしてはそれはできないと、続けられないと、うん、でそれで終わってなんか向こうが連絡なくなってパッツンなプツンなっちゃって1ヶ月も引きずらへんかった。あ、でも1ヶ月も引きずったかな。あのいろんな意味でその彼女と会えなくなったっていうのもちょっと辛かったんだけど、それとお兄さんのあのカミングアウトが時期が同じなんですよ。ダブル、そう2つをすごい悩みのちょっとバッコンあって本来てて、で落ち込んだのはだからそういう自分がセックス、自分のセックスって何にっていうのも大きかった。あの彼女が連絡来ないっていうのも大きかったんだけど、それ以上に一体セックスで、セックスって言葉を使うとまた語弊あるんだけど、要するに身体的接触ね、身体的接触を測りたいと思って測ることって一体私にはどういう意味があるの、何なのとかね、うん、で考え出した、考え出した、うん、考え出しちゃって、トランス始めてそれって2年ぐらいは経ってるのか。いやいや、もっと経ってる。だってそれ去年やろ。だから3年経ってるか4年目ぐらいか。その4年間っていうのは、3年間ぐらいはなかなかその誰を好きになるとか身体的接触とかそういうことっていうのはあんま考えられずに、もう自分がトランスしていくっていう、そうそうそう、自分の体と向き合うということで精一杯だった。でやっとそれがある程度、うん、まあ、落ち着き始めてって言ったらちょっとぼやるかもしれないけど、まあ、うん、だんだん自分の中で精一杯がついて付き合い方が分かってきたところで、うん、対じゃあ他の人っていう意識が芽生え始めた。去年だ、高校でパフで喋らせてもらった時に、うん、まだそういうことが少しあるんだけど できてないよっていう話したと思うよね、うんうんうん、だからどうされたいのってどうしたいのって言ったら、いや、ハグしたい、されたいっていうふうな話をしてたんだけど、それを現実的にだから、まだ全然してなかったからね、うんうん、だからそこで喋ってでしばらくしてその年、去年にだから、うん、現実それが起こって、うん、起こったんだけどどうしていいのか分からなかった、うんうん、まあ、いざそうなっちゃうと、そう、実際は分かんなくなっちゃったっていうことを、うん、だから求められたとかしないけど、要するに大学とかでキスされて、うん、あ、この後どうしたらいいの、あ、分かんない、とりあえずなんか、あ、前知ってることしかできないとかね、だから前はよっ、ね、奥さんとかだってあの男女のセックスはしてたから子供が生まれてるわけじゃん。そうですよ、